タラメは、甲骨魚類の分類群の一つ。9華75族555種で構成される大きなグループであり、マダラスケトウダラコマイなど、漁獲対象として世界的に重要視される魚種を多数含んでいる。タラモクは、クキ球アメと呼ばれるグループに属す。所属する魚のほとんどは、海水魚で、極海を含めた全世界の海洋に幅広く分布している。 タラカとメルルーサカには水産資源として重要な魚種が多く含まれており、世界の総漁獲量の4分の1以上はタラメの魚類が占めている。これら食用種は北太平洋、北大西洋での分布が中心である。深海を主な生息域としている種類が多く、特に底ダラカ、チゴダラカの魚類は、訂生性の深海魚として種類、数の両面で卓越し、 深海底の生態系において重要な役割を担っている。体型は細長く、長い背びれと尻びれで、規定は長い。腹気は胸びれの下か、あるいはより前方の喉の位置にある。おひれがあるものでは、脊椎骨後方の血管棘と神経棘が、おひれひれ状の大部分を支える、気を持つ。棘状を持たず、ひれ状はすべて難状だが、多くのものは、 背びれの最初にギトゲを備える。多くの種類では、科学先端に小さなヒゲを持つ。頭蓋骨は元長頸骨と眼下長頸骨を欠き、マザイ骨は大きい。多くは表を持っており、軌道は接続されていない。耳石は構造に特徴があり、大きく発達している。体は縁鱗や串鱗で覆われている。ほとんどの種類は、 体長数十センチメートル程度にまで成長し、マダラなど一部の種類では1メートルを超えるものもある。タラメの分類体系は多くの変遷を経ており、研究者によって、かの数などに見解の相違がある。本校の記述は、ネルソンによる旧家75族555種の分類方法に基づいている。本目そのものの単系統制は概ね支持されてきたが、2000年代、 以降の分子生物学的解析により、極球は目に属する、マトウダイメと極めて近い関係にある可能性も示唆されている。ウナギガラカミューリーナラピデリーは一属4種。分布は南半球の冷たい海に限られ、南極海の大陸方が主な生息域である。オヒレがウナギのように尻ビレ、第2セビレと繋がっていることが最大の特徴。 第一背びれのヒレ状は少なく、1から2本程度である。エラの開口部は狭く、上端は胸びれの位置までしかない。体長は40センチメートルほど。底だらかの一種。特徴的なシジスボミの体型は、海底直上での遊泳に適していると考えられているネズミだら族の一種、当人族の一種。 本属にはネリ製品の原料とされる種類もある。イバラヒゲコリファノワズエイクロレピス。水深三3 1 1メートルにて撮影。北、太平洋の大陸斜面に分布する種類、ホカケダラ属の一種。水深3158メートルにて、撮影底ダラカマクロユリデイは4赤27属350種を含むタラメで最大のグループである。北極海。 南極海を含めた、ほぼ全海域の深海に分布する。生息水深は大陸方近縁から海溝の深部まで極めて広範囲に及ぶが、多くは200から2000メートルにかけて生息していると見られる。背びれは、バケダラ赤を除いて2つあり、第2背びれと尻びれは、ビブで連続する。尾ひれを描いており、ほとんどの種類では、骨格レベルで消失している。 顎にはヒゲがあり、鱗が小さい。発酵器を持つ種類があり、肛門の近くに開口する。体長は一般的に80センチメートル程度までだが、1.5メートルに達する種類もある。口の開く位置や背びれの数、形状などに基づき4赤に分類される。トウジ人族、ネズミダラ族、ホカケダラ族など50種以上を含む大きな貝分類群がいくつかある。 アナダラアカアナダラアカベスガディニーワニ属22種からなり、そこダラカの中では最も原始的な一群と考えられている。第2背びれは第1背びれのすぐ後ろにあり、尻びれよりも時が高い。口は大きく体の先端部にあり、糞は丸みを帯びている。東部太平洋を除く熱帯から亜熱帯海域の中腹化層全身層に広く分布し、最大で65センチメートルほどになる。 穴だら族は、顎ごひげを持たないか、不明瞭であるのに対し、カタだら族は、明らかなひげを持っている。バケダラ赤バケダラ赤マクロウロイディニーワニ属2種。背びれは一つしかなく、竹は短い。頭部は丸みを帯びて大きく、口は体の下側に開く。腹気は、耐火的。熱帯から温帯域の海底に生息し、体長は40センチメートル弱。 本赤は独立の化けだらかマクロウロイデデイとして分類されることもある。トレイキリンスニー赤トレイキリンスニー赤は二属六種からなる。第二背びれは第一背びれのすぐ後ろにあり、尻びれよりもわずかに丈が高い。口は大きく体の下側に開き、糞は長く尖っている。顎ひげは小さいか、描いている。世界中の温帯域の深海に住む。体調は 最大60センチメートル。底だら赤底だら赤マクロユリニーは21属320種で構成される。パラモク魚類の半数以上がところ属する大きな一群であり、新種の記載も相次いでいる。北極海の高緯度地帯を除く全海域に分布し、深海底の生態系において非常に重要な存在である一方で、 水産資源として利用可能な種類はごく限られている。第二背びれは尻びれよりも丈が短く、第一背びれとの間隔は離れている。口の位置が体の先端にある種類、下側に開く種類の両方がおり、顎ごひげの有無も様々である。発酵器を持つ種類が多い。最大で1.5メートルになる種類がある。カナダ,ダラアンチモラミクロレピスイソアイナメ属の一種。 本属には、沿岸の浅い海域で暮らす種類が含まれるチゴダラカ。ダイは18族105種を含み、タラメでは2番目に大きいトガである。そこダラカと同様に、ほぼ全海域に分布し、多くは、訂生性の深海魚であるが、一部に沿岸域、奇水域に生息する種類がある。背びれとしじびれの数、顎ごひげの有無などは種によって様々で、一定していない。 浮き袋が発達しており、頭蓋骨と接着している。実績には後方に伸びる明瞭な突起があり、本家の特徴の一つとなっている。一部の種類は発光器を持つ。足長だらかゆっくりくし、イデイは一族一種。ニュージーランド・オーストラリア外洋の深海底に生息する。背びれはほぼ連続して二つあり、第一背びれは、竹が高く、第二背びれは、 尾ひれのすぐ近くまで達する。尾ひれは、小さいが明瞭。尻びれは一つだが、前方部分の十五ひれ状のみ竹が高い。顎ひげはなく、腹期のひれ状が四本長く伸びる。体長はおよそ35センチメートル。代わりひれだらかメラの2類は一族二種。全身層に生息し、北極海を除くほとんどすべての海域に分布する。背びれと尻びれは一つで、規定が長い。 チゴダラカ魚類と似ているが、浮き袋と頭蓋骨は連続しない。体長は15センチメートル程度。シルバーヘイクマーラッキースバイリニーアラス。重要な食用種であり、日本にも輸入されるメルルーサカマーラッチディはご属22種からなる。大西洋、インド洋南西部、東部太平洋などに分布する。日本近海には分布しないが、メルルーサ、ホキ、シルバーヘイクなど、 輸入食用魚として、需要の高い種類が多く含まれている。メルルーサーカメルルーサーカマーラカイニーは一族13種。一般にヘークヘークと呼ばれる食用魚。背びれは2つで、第2背びれと尻びれにはくぼんだ部分がある。おひれは他のひれと連続しない。顎ひげを持たない。口は大きく体の先端にあり、長い歯を備えている。肛門と、 非尿生殖口は互いに近い位置にある。ホキアカホキアカマクルーロニニーは三属八種。分布は南半球が中心である。体は細長い。胸びれの位置は目の高さにある。ヒカリダラアカヒカリダラアカスタインデグナーイニーは一族一種。カリブ海や南アメリカ北東部の海域に分布する。尾ひれの骨格は退化している。肛門と 悲尿生殖口の間隔は離れている。複雑な発光器を持つ。西洋採用採用家ブレイグマサラティデイは一族十五種からなる。熱帯から亜熱帯にかけて分布し、稀に川口近くにまで進出する。背びれは二つあるが、第一背びれは長く伸びた一本のヒレ状のみからなる。第二背びれと尻びれは長く、中央にへこんだ部分がある。顎ひげを持たない。 腹器のヒレ状が3本長く伸びる。海底で暮らす種類の多いタラメには珍しく、中層を遊泳して生活する。体長は最大で12センチメートル。ピュキス属の一種ピュキス川に赤子属25種からなる。主に大西洋に分布するが、南アフリカニュージーランド、日本の近海に住む種類もいる。自責の形態が著しく特化しているのが特徴である。 卵は小型で、直径1ト、mm、ルに満たない。単形統制や分類上の位置に不明瞭な点を、残す一群である。ゲイドロプサーリニー赤ゲイドロプサーリニー赤は3属15種。背びれは3つあり、第一背びれは1本の厚いヒレ状の実からなる。下顎に加え、ふんみ2から4本のヒゲを持つ。ピューキス赤ピューキス赤は2属10種。背びれは2つで、 腹気は長く伸びた2本のヒレ状からなる。ヒゲは下顎のみで、ふんにはない。大西洋ダラギャダスモーフア。3基の背びれと2基の尻びれが、タラアカ魚類の特徴化はメンタイロータロータ。本目唯一の完全な炭水産種であり、ユーラシア大陸北部と北、アメリカに分布する、タラカが時代は3赤16族31種を含む。分布は北。 大西洋が中心で、日本近海ではマダラ、スケトウダラ、コマイの3種が漁獲され、いずれも重要な食用種となっている。体長は、最大で1.8メートルに達する。カワメンタイアカ、カワメンタイアカ、ロウシュレイは3属5種。独立のトガとして分類されることもある。背びれは1内し2つ、尻びれは1つで、尾ひれは丸みを帯びる。あひげを持つ。 カワメンタイロータロータはタラメで唯一の淡水魚である。タラアカタラアカガジナエは12属25種。背びれは3つ、尻びれは2つある。オひれには丸みがなくわずかに切れ込みがある。アごひげを持つ。日本近海産の漁業対象種は本アカに所属する。ラニケプスアカラニケプスアカ、ラナーシッポティニーは1属1種。 独立の都がとして分類されることもある。目の内部における位置づけが特に不明瞭な一群で、たらめで最も原始的な姉妹群とされることもあれば、逆に進化の進んだグループとみなされることもある。背びれは二つで、第一背びれは三本の短いひれ状のみからなる。尻びれは一つで、くぼみはない。あごひげを持つ。大西洋北東部の 浅い沿岸域に生息する。マトド名を用いた分子系統解析により次のような系統樹が得られている。ありがとうございます。